アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされながら、あのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年9月28日、場所は広島広域公園第二球技場にて、2024中四国学生アメリカンフットボール選手権2次トーナメントの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定になっております。その1試合目は山口大学ギャンブラーズ対高知大学マリンコースとなっております。両チーム、その試合に先立ちまして試合開始前のウォーミングアップを終え、現在最終確認を行っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まずは本日はホームチームとして、手前側ホームスタンド側にカラーのユニフォームブルーをまとってこの試合に挑む形になっております、山口大学ギャンブラーズです。現在中四国学生を2連覇達成しておりまして、現時点におけます優勝候補の筆頭の一角にある強豪の一チームとなっております。今シーズンもその一次リーグを見事 A ブロック1位通過しまして、堂々の形でこの一戦に挑んでまいりました。今シーズンは未踏と、今まで達成したことがない3連覇を挑む形になっております。山口大学ギャンブラーズ、現在その試合前の状況確認を終えているところにあります。さあこの現在王者としております君臨している山口大学に対する形でこの試合に挑まんとしておりますのが、反対側バックスタンドに陣取っております、本日はホワイトをまといました高知大学マリコーズです。こちらも、コロナ禍にありまして人員確認、確保が難しく、一時は、不参加になりました時もありました。しかし今季見事に復活遂げまして、そして今季一部二部合同となりましたリーグ見事勝ち上がり、B ブロック2位通過ながらこの決勝トーナメントに進めてまいりました。長く低迷期がありました高知大学ですが、しかしその中においきまして戦力整え、一気に加勢しまして最下位から優勝を果たすという快挙を成し遂げたのが2018年でした。この時には数多くの選手があり、中には現在 X でも活躍しております選手もおります。それらの人材を集めまして、一躍中四国の優に名乗り上げましたが、先ほど、申し上げました通りコロナ禍により非常に厳しい時期を過ごしました。しかしそれを乗り越えまして再びその復活の時を迎えんと、この決勝トーナメント進出に、駒を進めてまいりました高知大学マリコーズです。さあ現在連覇中の王者対再び復活トレンドする高知の優、そしてかつて維新の時代におきまして薩長都比で名を連ねましたそのうちの2班から出場しました両校がこの一戦に進み出ております。この試合を制した方がその先に進みます、甲子園ボールトーナメントへの駒を、進み出る形になります。画面上に現時点中四国学生アメリカンフットボール協会の公式ページがありました。現在の状況を抜粋させていただきました。それぞれが一次リーグ突破しまして、山口大学は先ほど申し上げました通り A ブロック1位通過、そして高知大学は2位通過しましてこの決勝トーナメント進んでおります。これに勝ち上がりましたチームがこの後に行われます広島大学対島根大学の勝者と優勝決定戦を行いまして、それを制しました者が、今期の中四国の代表という形になっております。そのためにはどうしても両校この一戦は勝利しなければいけません。この試合をものにできるのは果たしてどちらとなるのか、双方ともサイドラインにその姿を並べまして
試合開始の動機を待っております。早速チャットへのメッセージありがとうございます。キヨ様よろしくお願いいたしますのメッセージありがとうございます。キヨ様は普段から、山口大学を熱烈に応援していただいている、ファンの方でもいらっしゃいます。今季も3連覇を期待せんと、会心をご覧いただけることを誠にありがとうございます。私自身も山口大学やはりこの2年間の素晴らしい躍進ぶり非常に感動を覚えておりました。特にやはりコロナ禍厳しい中自ら自主工業のボールゲームを重ねましてそれがあたかも自分たちの甲子園ボールであるかのような素晴らしい戦いぶりを演じてくれておりました。その思いが、積年積もりまして、この2年間の成果につながっていると私も感じております。今季もやはりその思いがつながっているということを実感させていただいておりますが同時にその対抗にあります甲子大学もその苦難を乗り越えてきてここに出たことに非常に感じております。実を申しますと私自身が中四国ボールのアメリカンフットボールを取らせていただくきっかけになりましたがこの甲子大学の存在でした。遡りますこと2015年、瀬戸内で行われました瀬戸内ドリームボールという春のボールゲームで当時存在しておりました吉備国際大学との一戦で素晴らしい快進撃を果たしましてこの吉備国際を打ち果たしたその高知大学の素晴らしい活躍ぶりが非常に印象に残り一躍中四国の学生の姿を撮りたいと思い高知大学の雄姿を撮り収めたいと思い、この広島に足を伸ばしたのがそのきっかけでもあります。それからかれこれ9年の時が流れておりますが今思いますと彼らのその志はこのような形で残っていることを私自身も自分の我が身振り返りまして感じておるところであります。そのきっかけとなりました高知大学そしてその過程の中において自ら奮闘しておりました山口大学がこの一戦に挑むこと私自身も非常に感じるものがあります。さあしかしその領有これより今年のその残り一枠をかけましたその唯一残っている挑戦権に向けての戦いに挑みます。さあそれを制するのは果たしてどちらとなるでしょうか。審判団がフィールドの方に進み出てまいりました。これより両チームの首脳陣招き入れましてコイントスを行う形になります。令和6年9月28日場所は広島広域公園第2球技場にて2024中四国学生アメリカンフットボール2次トーナメントの一戦山口大学ギャンブラーズ対高知大学マリコーズの一戦がまもなく行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣集まりまして試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日はホームチームとして扱われております A ブロック1位通過の山口大学ギャンブラーズ奥がホワイトのユニフォームをまとっているのが B ブロック2位通過の高知大学マリコーズです。あ、清様音声が途切れ途切れということですね。できるだけ、調整はさせていただきますが、何卒ご了承をよろしくお願い申し上げます。
コイントスの結果は高知大学がその選択権を得ました。山口大学、前半レシーブ、高知大学キックオフで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式エージで行われます。さあ、両チームサイドラインで激飛ばしまして、これより試合開始の時を迎えます。まず試合は高知大学のキックオフで始まる格好になります。キックオフします。キッカーは高知大学6番の酒井が務めます。島原高校出身の2回生です。対しまして山口大学は10番、そしてもう1枚のリターナーを加えております。ちなみに10番は木下です。池田高校出身のアメリカンフットボール経験者でもあります。さあ、山口大学リターンに入った。10番中央付近突破を図りまして、自陣36ヤード付近を確保し、この位置から山口大学の攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権継続するか、あるいはその過程でエンドゾーン、得点エリアを目指します。まずは山口大学自陣36ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。まずランプレーから入りました。まず後方にいましたランニングアップ、10番にハンドオフをしまして左オープンに展開させます。10番スリップしましたが、しかし約2ヤードほどゲインとなっています。倒れた地点までが攻撃の前進距離となります。従いまして山口大学2回目の攻撃、残り距離8ヤードに状況変わります。キャリーしました最初のプレイヤーは10番の、山口大学の、木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学セカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード。さあ、大きく抜けている、ナイスゲーファーストダウン。ここで山口大学は全ての選手をレシーバーに当てがう5バイのフォーメーションを取り、右側に固めた3枚の選手のうち88番にフェチパス、真横に近い前パスを投じ、そこから88番キャッチアンドラン、タックルを受けましたがそれを振りほどき、見事に攻撃権更新果たしました。トータル10ヤードを超えましたので攻撃はリセットし1回目に戻ります。見事それを果たしましたのは山口大学88番の小山、工場高校出身のプレイヤーです。高校時代はスポーツ未経験の選手です。さあ、山口大学相手陣に入りましたよ。ファーストアンテ、パス不成功、再びパスプレーを展開しました。アメリカンフットボールは開始点より後方より一度だけ前にパスが投げれます。この権利をクォーターバックはワイドレシーバー44番に投じました。しかしこれを44番キャッチできず、パス不成功に終わっております。前パスは失敗ですと元の地点にボールを戻され、次の攻撃という形に変わります。従いまして山口大学は前進なくセカンドダウンに変わります。
山口大学相手陣37ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離10ヤード、さあ今度はランプレーです。ダニ枠10番にボールを託しまして中央突破を図らせました。10番密集点に体をねじ込むようにゲインを果たしまして約6ヤードほど獲得に至っております。キャリアとなりました10番は木下です。池田高校出身のプレイヤー、フットボール経験あふれる素晴らしいプレーを披露しています。山口大学サーダウン4、さあこの1回でこの4ヤード突破なるかどうか非常に重要なシチュエーションになります。ボールオン相手陣31ヤード内さん、ファーストさん、ここでランプレーによって突破を果たしました。今度はキャリアを変えまして11番にボールを変え、キャリアを変えております。11番このチャンスを見事生かしまして左オープン展開し攻撃権更新としています。山口大学ファーストさん、今度はキャリア11番が見事仕事を果たしました。11番は木山、笠岡高校出身のプレイヤーです。さあ山口大学相手陣19ヤードに入りましたよ。ファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック10番一気に奥に走り込んだ42番にパスを投じました。タッチダウンを狙わんかという狙うかのような素晴らしいパスを投じましたが、しかしわずかにオーバースロー、パス不成功になりましたのでセカンドダウンに変わります。山口大学セカンドダウン10、ボールオンは相手陣19ヤードです。今度はクォーターバック自らのランプレー、パスを投じると見せかけ QB ドロー、自ら中央突破のランを展開しました。しかしこれは高知大学見事対応しましてゲインを2ヤードにとどめております。キャリアは14番の中山でした。広島城北高校出身の3回生です。山口大学サーダン8に状況を変わります。さあ高知大学もここは踏ん張りどころです。この攻撃止められるでしょうか。それをしかし山口大振り切るでしょうか。さあここは高知大が踏ん張った。山口大ここで左に展開したレシーバー10番にヒッチパス、そこからキャッチアンドランを図らせました。しかしここで高知大学ディフェンス陣が集まりましてこの攻撃権更新を食い止めフォースダウンに変えます。さあ山口大学フォースダウン2、最後の攻撃権になります。ここでどのようなプレーを選択するでしょう。ボールオンは相手陣11ヤード、フォーメーションを組みます。フォースダウンギャンブル、この2ヤード突破ワンプレーにかけます。ここでホイッスル、山口大学ここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。山口大学ここで制限時間内にプレーができないと判断しましてここで作戦タイムを入れました。チャット内のメッセージありがとうございます。あ、清様音声 OK ですのメッセージありがとうございます。いろいろな機器をちょっと使っておりますので、機器の不具合等が発生することございますが何卒ご了承願います。さあ山口大学1回目のタイムアウトを行使しました。ここでどのようなプレーを果たして組む形になったでしょうか。フォースダウン2、フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブル、ここで賭けに出ます。この1回で2ヤード突破しないと攻撃権を失います。
パス成功、ギャンブル成功、ファースター。しかしここでホイッスルが鳴っています。ホイッスルが鳴っております。ややタイミング乱れたかありましたが、見事このパスプレー成功しております。反則はディフェンス側にありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していたという反則です。しかしこの反則を山口大取りません。先ほどのパスが有効になりましてギャンブル成功です。山口大学ファーストダウン、見事キャッチしましたのは88番の小山でした。工場高校出身。この結果ボールオンは相手陣1ヤードに入りました。この位置から山口大学ファーストダウン2ゴールの状況に変わります。残り4回でこの1ヤード突破を図ります。さあ校舎どう出るか、山口大何を策として投じるか。中央行った。さあこのランの結果はどうか、わずかに届いておりません。一気にパワープレーで攻撃、タッチダウンを狙わんというところですが、これは判定変わりました。タッチダウン。非常に微妙なプレーだった模様です。先ほどのプレーでエンドゾーンまでキャリアが届いたかどうかという非常に微妙な判定でしたが、最終的にその確認をしました審判団、届いていたという判定をしましてタッチダウンとなりました。これにより山口大学は先制となる得点、タッチダウンを挙げまして6点獲得となっております。そしてタッチダウンとのワンプレー、トライ4ポイントに入ります。見事キック成功、1点追加。山口大学7点、高知大学0点。まず山口大学が見事な攻撃を展開しまして先制となるタッチダウンを上げる形に成功しております。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が、失礼しました、アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りになります。ゴールポストにボールを蹴り込むフィールドゴール、そしてエンドゾーンに持ち込むタッチダウンです。タッチダウンですと6点、フィールドゴールですと3点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちが自陣のエンドゾーンで倒される自殺点、セーフティーの2点です。これらの組み合わせにより決着がつく形になっております。そして得点を挙げましたアメリカン、山口大学がキックオフしまして試合再開です。ラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフします。さあ校舎ギターに入る。非常に厳しい状況、しかし相手のタックルをかいくぐりましてリターナー中央付近に挑み出まして自陣35ヤード付近を確保しております。さあ攻撃権変わりまして今度は高知大学に攻撃権が移ります。最初の山口大学の攻撃を結果的には失点する形になりました高知大学。さあ今度は反撃の攻撃に入ります。高知大学自陣35ヤードからファーストダウン10。まず左オープンをつきました。ランニングアップにトスしまして左オープンスピードに乗って突破を図らんというところではありましたが、しかし山口大学が対応しましてゲインは2ヤードほどにとどめております。まずはスピード勝負に持ち込みまして、まず最初のプレーを展開しました高知大。さあ次のプレーどのようなプレーを持ってくるでしょう。高知大学セカンドダウン8。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の事前の協議によりましてその日の天候状況を鑑みクォーターの半分でレフリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れることがございます。本日は、もう10月の声が聞こえているところですが、まだ暑さが非常に厳しい状況にあります。これによる熱中症対策としましてクォーターの半分でウォーターブレイクを入れる模様です。
さ、その最初の出だしのところで山口大学が見事に先制となるタッチダウンを挙げておりますが、甲子大学これに対して今から反撃に入らんというところになります。ここからどのようなプレーを展開するか注目しましょう。高知大学セカンドダウン8、パス不成功です。ここで左に展開しておりました15番にパスを投じまして、ヒッチパスキャッチアンドラン図りましたが、しかしこのパスコントロール乱れ、パス不成功と変わっています。ダウン1つ変わりまして、サードダウン3回目の攻撃に変わります。さあこの3ヤード突破が甲子大学は必要になります。ここでのサードダウン、どのようなプレーを行使するでしょう。ボールオンは自陣37ヤードから山口、失礼しました、甲子大学サードダウン8、パス不成功、パス不成功の判定です。ここで甲子大学は中央を切れ込んだレシーバーにパスを投じました。しかしこれをレシーバーキャッチできず、そしてその浮いたボール、あわやインターセプトによる危険がありましたが、しかしパス不成功の判定でこのプレーを終わっております。ダウン変わりまして、高知大学フォースダウンに変わります。高知大学最後の攻撃権、パントを行使します。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしパントは攻撃権放棄を意味します。さあここから山口大リターンに入る、さあまだいてる、ナイスリターン。ここでリターナー88番、受け取りましてプレッシャー来る中、これを見事なフットワークでかわし、鮮やかなコース取りで左オープンを疾走、ブロッカーを生かしまして一気に相手陣入ったところまで返しまして、この位置からの攻撃という形になります。相手陣31ヤードから山口大学の攻撃と変わります。見事なリターンを決めましたが、山口大学88番小山でした。さあ山口大学は相手陣31ヤードからファーストダウンテイ、さあオプションプレーから入ります。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここはランニングバック10番にピッチしまして、右オープンを託しました。これに11番ディフェンス殺到する中、見事に応えまして約3ヤードゲインに変えております。託されましたキャリア10番は山口大学の木下でした。池田高校出身のプレイヤーです。山口大学相手陣28ヤードからセカンドダウン7、パス不成功。今度はクォーターバック14番88番にヒッチパスを投じまして、キャッチアンドラン図らせましたが、しかしパスが乱れましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。山口大学サードダウン7、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。審判団から黄色いウエスがフィールドに落とされますと、イエローフラッグ反則は発生、反則発生を意味します。オフェンスの反則です。イリガルフォーメーション、不正な体系を行使しました。アメリカンフットボールポジショニング、最前列後列のバックス全てにポジションの人数制限、その位置取りがあります。これを守れずプレーを行使しますと5ヤードバッターとなります。従いまして山口大5ヤード下がりまして、サードアンド12の状況に変わります。山口大学相手陣33ヤードからサードアンド12、
さん。ここで山口大学はクォーターバック中央に走り込んだ88番にパスを投じました。見事ディフェンスの隙をついて88番このパスをキャッチしまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、本日の大活躍88番の小山です。工場高校出身のプレイヤーです。さあ山口大学相手陣15ヤードに攻め上がりまして、ここからのファーストダウン点に入ります。高知大学は何としてもこれを食い止めたい。ナイスディフェンス。ここでランニングバックにクォーターバック14番、自らフェイクからキープを展開しようとしました。しかしここに高知大学ディフェンス陣殺到、57番筆頭に見事ディフェンス陣が封じ込みまして約4ヤードロスに変えております。素晴らしいディフェンスを見せましたのは高知大学57番の浜崎でした。松山中央高校出身の2回生です。さあここで高知大学もディフェンス陣奮闘し始めております。山口大学このチャンスを果たして得点に変えられるでしょうか。セカンドダウン14、これもナイスディフェンス。今度はクォーターバック右にスプリントアウトし、外へ展開していたレシーバーにパスを投じようとしましたが、これも高知大学見事にパスカバーしまして、このパスを防いでおります。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。さあ山口大学位置はいいですがサーダウン14の状況。ここでこのワンプレーで14ヤードの突破を、強いられております。高知大学は何としてもここで食い止めたいか。さあこの攻防どうなるか。サーダウンコンバージョンです。ここでランでいった。厳しい状況パスかと思いましたが、その裏を突くようにランニングバックに託しました。10番スピードに乗って一気に突破を図りましたが、しかし攻撃権更新には至っていない模様です。フォースダウンに変わります。さあ山口大学フォースダウン3の状況、ここでフォーメーションを変えました。フィールドゴートライ、キックによる3点を狙います。それを託したのはキッカーの11番の木山です。さあこの判定はキック成功、フィードゴール決まりまして3点獲得となっております。キッカー11番木山見事にこのフィードゴール決めまして、さらに加点となる3点を獲得しました。山口大学10点、高知大学0点とスコア変わっております。山口大学さらに攻め上がらんというところ、なんとか高知大学これを食い止めかけましたが、しかしそのチャンスを山口大学逃さずフィードゴールし得点を加点してリードを広げております。その得点を挙げました山口大学のキックオフで試合再開となります。高知大学ターンに入った。リターナー3番右サイドラインの薄いサイドをつきまして、これが構想し自陣36ヤード付近を確保しています。この位置から高知大学の攻撃となります。山口大学11番山口大学。さあ差を広げられました高知大学、なんとかこの攻撃シリーズ得点に結びつけたいところではあります。ボールオンは自陣36ヤードから高知大学のファーストダウン点に変わります。クォーターバック19番スナップ乱れましたが、自らリカバーし左オープンにスクランブル、
緊急発進のランプレーを展開しました。タックル受けましたがしかし2ヤード獲得となっております。クォーターバックは18番でした。18番井上です。高知大手前高校出身の参加者です。彼のパッシングオフェンスは非常に魅力的でもあります。それは2018年の、高知中智国学生を制しました。その攻撃シリーズを非常に感じさせる素晴らしい攻撃を展開します。さあ今度は自らオプションプレーでキープを選択しました。中央突破図らんというところでしたが、しかしこれは山口大学ディフェンス陣踏ん張りまして阻止しております。ダウンはサードダウンに変わります。高知大学サードダウン7。果たしてどうなるか。高知大学は抑えております。ここで高知大学はロングパスを投じると見せかけスクリーンパス、手前にランニングバックにボールをパスしまして、そこからブロッカーをつけてのキャッチアンドランを図りました。しかしこの時に取りましたランニングバックがボールをファンブルしました。ファンブルをしたことによってそのままボールを奪われた場合には攻撃権を喪失する形でしたが、しかしなんとか味方が抑えまして攻撃権は継続ですがフォースダウンに変わっております。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、山口大学ギャンブラーズ10点、高知大学マリコーズ0点、攻守双方入れ替えましてこれより第2クォーターに移ります。